網で威嚇届か検証してくぞ。だーゆっくり実況始まるよ。ってことで、あちゃお茶玄米茶のお時間がやってまいりました。玄米茶ですか。ってことで、本日はクソゲー疑惑の燃えるお兄さんをやってみる企画。あーキャラゲーにありがちなクソゲー疑惑。そんなわけで、本日はこれがクソゲーかクソゲーじゃないのかの検証会。どうなんですかねー。まあこの漫画は少年ジャンプで連載されていて、かなりな人気作ではありましたが、ロッキーくんとかは真似してる人多かった印象ですね。マジスーパーウルトラグレートデリシャスワンダフルボンバーですね。何よその変な名前の技は。まあ知らない人からしたらマジでなんのこっちゃのあれではあるんすけど、ひとまずこのゲームの基本はアクションらしいので、アクション系なのね。あとコンティニューも安心安全の無制限らしいので。安心安全ですか。ではとりあえずクソゲー疑惑のこの作品をこの野郎していきましょうかね。この野郎されなきゃいいですが。ではスタート。ってことで、何やらいきなり賭博シーンからのスタート。ほう。なんかギャン中の父ちゃんが娘の雪絵を賭けの景品にしたとかなんとかで、なんというゴミムーブ。ってことで、のいきなり反響博打なんですが、ここで勝っちゃったらゲームオーバー。はい。ここで負けてこそゲームの続きが見れるという謎。あ、クソゲーにありがちな。ってことで、ギャン中は反にかけましてのマリサ勝負。どうなるか。勝っちゃった。勝っちゃった。ってことで、お見事、雪絵は相手に取られないで済みましたとさ。いやーよかったですね、めでたしめでたし。確かにめでたしではあるかもしれないけども。でもこれでこのゲームは終わりというクソゲー。あークソゲー集が。ってことで、のゲームオーバー。あーでもさすがに2回目の勝負。今回は負けてみせますよ。負けなきゃいけないゲームとは。ってことで、今回は負け。負けた。ここで負けてこそのこのゲーム。するとこのドラゴンっていうやつが雪絵のチャンネルをさらっていくみたいで。そしてさらわれた雪絵を取り戻す的な話なわけね。っていう感じからの何やら強引なスタートではありますが。嫌な予感しかしない。ってなわけで、ドラゴンってやつはどっか行きました。で、あのドラゴンっていうやつは究極のエネルギーと言われる。ロリコニアを手にしてるとかなんとか。何よロリコニアって。っていうギリギリのロリコニア。ギリギリ。そしてじいちゃん曰く、ドラゴンを倒すためには、竜の玉を5つ手に入れないといけないんだってさ。だから何よそのギリギリは。竜の玉なのでギリギリセーフなんじゃないですかね。なんならギリギリアウトでしょうよ。まあじいちゃんの説明曰く、ドラゴンは天使忍玉を取られたことでロリコニアに目覚めたとかなんとか。なぜん玉を取られたらロリコニアに目覚めるのか。っていう燃えるお兄さんワールドですね。世界観が。まあとりあえず5つのん玉を集めるのが目標みたいっすね。ひとまずなんとなく理解。そしてここからやっと本番。やっと本番ですか。ってことで、のアクションパートスタート。本は A でジャンプの B で攻撃。なんか敵から吹き出しみたいのが出てましたが、敵が出す吹き出しは5種類ほどあるみたいでして、足場に使えたり攻撃に使えたりのお助けアイテムになるみたいっすね。なるほど。あと敵が出す食べ物みたいのは回復アイテムになってるみたいっす。で、進み方はわかってるんですか、マリサさん。何がですか。何がですかじゃなくてさ、適当に進んだら進めるんじゃないっすかね、知らんけど。結局知らんけどなのね。で、落ちちゃった。落ちちゃった。そんなわけで、落ちたら一発ゲームオーバーのやつ。あー厳しいやつだ。ってことで始まりました、あちゃお茶玄米茶。また何事もなかったかのようなスタートを。でももうちょっとだけノーヒントで頑張ってみるマリサ。ほんと懲りないですねー。ってことで、うろうろしている金髪の人。ちょっとこのワープみたいのが意味わからんですねこれ。で、落ちました。あー、でも、でもまたチャレンジ。落ちました。落ちた。でも、でもまたやられました。あー、でも、でも、あーやめてくだちい。懲りない。勘弁してくだちい。懲りない。
ってことで始まりました、あちゃお茶玄米茶。また謎の平常心。あ、こんにちは用務員さん。出てきた。あ、はい。だからノーヒントは基地って言っただろと。いやほんとそうですね、ちょっと用務さん教えてもらっていいっすかね。結局今日も用務メモは使っていくのね。はい。この右の鳥居のところに入って足場のアイテムを使うんですね。わかりました。本当に言ってるのか。あー、この段っていうのを足場に使えるんですね。はい、どうもどうも。では用務さん、さようなら。用務さん帰った。返しただけってことで最初のステージのボス戦。おっと、変なやつですね。なんでもかんでも変なやつ。では勝負だ、変なやつ。お前なんてこんな感じのオラオラで倒せるんじゃないでしょうか。これは倒せそうな気配だ。って思ったより硬いぞこいつ。確かに。でも倒せましたね。ってことでのチキチキクリア。チキチキですか。すると上からギリギリのウンタマみたいのが降りてきましたとさ。ウンタマ。そして話の続き。何やらユキエがドラゴンに捕まっていやよいやよと言っているみたいなので。いやよいやよですか。で次のボスはベンザちゃんっていうやつみたいですね。ベンザちゃんとは。では注目の2面スタート。あ、そういえばなんかミニゲームがあるとかなんとかって話ですね。ミニゲームですか。ってことで突然始まりました本編とは全く関係ないインベーダー風ゲーム。関係ないのね。では勝負。負けちゃった。早かった。残念。ってことで権利で400点でした。権利。でここからが本番のやつ。体力がギリギリっぽいですが。そして何よこの変なサメ。でも口が閉じてる時なら大丈夫そうな気配ですね。あ、はい。この入り口はまたミニゲームなんですね。ありがとうございます、さようなら。用が済んだらさようなら。でこっちの入り口もミニゲームみたいですね。まあミニゲームはシャクトリムシなんでとりあえずスルー。そしてまたサメ。ここは口が閉じてるところを狙ったけど足場がなくなって権利になりましたとさ。権利ですか。権利ですね。戻ってきました。戻ってきた。いて、おっと邪魔しないでくださいね。ちょっと食べないでくださいね。食べられた。そして権利のゲームオーバー。戻ってきちゃった。食べられちゃった。始まった。ちゃった。そして被害者は10人。ちゃった。ちゃったって言いたいだけ。しかし今度こそ。いて、今度こそとは。溺れちゃった。でもやっと突破しました。ほんと懲りない。でここからは水中ステージの雰囲気。おっとこれはなんか一癖ありそうな気配がしますね。で変なうねうねこっちくん。いて。あほう、誰がさ。いや全部自分の愚かさに対して言ってるだけですから気にしないでくだちー。愚かさねー。で敵が出すアイテムが画面外に飛び出すってのはどうにかならんもんかね。確かにアイテムを取らせる気がない説までありますよねー。そしてこの狭い隙間に入りにくいったらないぞこれ。めっちゃ火ダメもしてますが。回復アイテムが欲しいですね。でも敵が全然出てこなくなりましたね。また一人ごとが。あ、はい、なんですか用務員さん。出てきた。あ、はい。守れっていうアイテムを使わないとボス戦はきちいと思うぞと。ああそうなんですね、参考にさせていただきます、さようなら。また用が済んだらさようなら。いや違うって、私はそんなどこぞのカス男みたいなことしないですから。ほんとですかねー。って言ってたらそろそろベンザちゃんとの決戦でしょうか。ベンザちゃん。でこれがベンザちゃんか。勝負。明らかに厳しそうですが。いやまだ頑張ればきっと一泡吹かせれる無理でした。やっぱりやられた。ってことで定期のゲームオーバー。でもあそこまで戻るという簡単なお仕事。落ちた。いや今度こそはよ。そしてベンザちゃんとの再戦。お前みたいな変な名前のやつに負けるわけね。負けました。負けた。でもあそこまで戻ればいいという簡単なお仕事。本音は悲鳴を上げてるくせに。
って金髪の被害者数が地味に増えてきてるみたいですが。20人いった。では今回はヨウムさんアドバイスの通りに守れのアイテムを使ってみる。報道なるか。守れ。何よこれは。っていうこのゲームでは必須の攻撃手段みたいですね。もうお前なんて怖くない。便座ちゃんさようなら。だからその名前。ってことでの2面クリア。そしたらん玉が落ちてきてのゲット。だからちょいちょい出てくるギリギリ系は何なのよ。そして次は3面。おっとみんな大好きロッキーくんですね。こんなに派手なのに実は超貧乏というカオスなロッキーくん。カオスだ。そして次のん玉はエルビスちゃんっていう人が持ってるという情報。エルビスちゃんですか。では次の舞台はニューヨーク。ってことでやるじゃないから始まりましたロッキーステージ。今回はロッキーくんを操作するのね。まあ内部的には何も変わってないみたいですが。そしてここでまたミニゲームのお部屋。あ、レースだ。でもこれもメインのゲームとは全く関係ないんですよね。また関係ないのね。ってむずいし、しゃっとり虫だし、いろいろ伝わらない感じがひどいあれなんで。さすがに定期の早送りと。あ、あとですね。うん？めっちゃバシュンバシュンうるさかったんで音量下げました。単なる報告にも程があるでしょうよ。ってことで謎の4000ポイント獲得。謎の4000ポイント。ではここからロッキーくんの本気だな。本気ですか？ロッキーくんなんてさ、何さ。1秒間に50発のパンチを出すことができるんだぞ、すごいだろ。何よそのセイントセイヤみたいな設定のパンチは。スーパーウルトラグレートデリシャスワンダフルボンバーですね。だからデリシャスはおかしいでしょうよ。まあでもそんなこともよくわからずに真似をしてました私。でまた体力がちょっとピンチのような気もしますが。おっとここでまさかのスパイダーマン。スパイダーマンだ。お前みたいな変な奴に負けるわけに、いせ、負けちゃった。結局負けるんじゃないの。しかしですね。戻ってきましたよ。わかってた。今回の体力は少し余裕がありそうでしょうか。今回は大丈夫そうですね。って壁だった。わかりにくいやつ。しかしですね。いい加減にしろ。勝手にやって勝手に切れてる。いい加減にしないと怒りますよ。だったらやめたらいいじゃないの。なんだと？なんだとじゃなくてさ。自分の意思で勝手にやってるんでしょ？まあそうなんすけど。だったら結局逆切れでしょ？そうなんですよね。なんも言えねえやつ。まあとにかくだ。現在の被害者マリサは22人。もうこれ以上はマリサ組合員の被害者を出したくないですね。マリサ組合ですか？でここで落下の被害者。あー早速。でも？まだまだだ。さっきは下のルートで頭をぶつけたからな。今回は上のルートで行ってみるマリサ。学んだ。あとはとりあえず体力がたくさんあるから強引なドリブルで突っ走ってみましょう。で下にマイコーみたいな敵もいますね。いろいろパクリにも程があるだろこのゲーム。でここでボス戦のエルビスちゃん。運動戦えばいいのかわからんけどとりあえず頑張ってみる。なんか攻撃を当てるのが無事そうですが、マジでな。あーこれは絶対キビーですね。何か奥の手を使わないときちいのキビーですねこれは。じゃあここは検討に検討を重ねた結果。また安っぽい検討ですか。いよいよお助けアイテムの出番ですね。そうっすね。では守るのアイテムを発動。おら。って体力も超絶ギリギリですが。いやギリいけるだろ。どうなるか。と思ったらまさかの相打ち。何？でもクリアになった。いやーまたギリギリガールズっぷりが出てしまいました。だからそのギリギリガールズなんとかしなさいって。そんなわけでのギリで3面をクリア。なんかまた雪絵がいやよいやよになってるな。いやよいやよですか。でもいやよいやよも好きのうちって言いますしね。何がさ。ではそろそろ注目の4面。次はどんな感じなのか。で体力がゼロからスタートでいきなりさようなら。は？さっきの相打ちのせいじゃないの。あ、なるほど理解しました。では気を取り直してのコンティニュー。気を取り直して。で今回はマッピーキッズみたいなステージだなこれは。確
確かになんか音楽もそれっぽい。では今回は様子見的な感じでミニゲームらしきところもスルーして、まずは全体把握からやってみましょうか。結局はさようなら覚悟の毒味と。さあどんな罠が待ってるのか。こんなのジャンプ届くわけねえだろ。やっぱり毒味だった。でも懲りないんですよね。気を取り直してミニゲームだろ。懲りない。で今回はどんなミニゲームかな。なんかジャンプで障害物を避けるとかなんとか。ほうなるほど。では初見マリサ頑張る。あぶね、二つの炎を避けないといけないんですね。むむむ、これはちょっと厳そうだな。でもうだうだ言っても何にもならないもんな。また心の声かな。とりあえずまだ70秒以上あるのはちょっと長いな。早送りしようかな、どうしようかな。心の声だ。でここで炎がスピードアップ。でもなんか余裕で耐えれそうじゃないすかね。これどうですかねー。おら、ダメでした。なんならわかってた。でもメインのゲームには影響ないから実質セーフですね。何が大事ってここからだからな。ではさっきの高い壁には騙されないもんねでスタート。そして瞬間移動で戻ってきたので、ここでダンとかいうアイテムを使いの。ほらほらわかればどうということはないのだよ霊夢くん。誰が霊夢くんだってさ。で話すことがなくなっちゃった。またですか。じゃあちょっと小話でも。またどうでもいい話。ガキンチョの時にドラマとか見ていると。ドラマですか。ドラマの中で女優さんが、私、彼と寝ちゃったのよ、みたいなことを神妙な面持ちで言っててですね。うん。でもガキンチョの私は、寝たからどうしたって言うんですかね、意味わからんですね。ってなりませんでしたか皆さん。何の話さ。いや寝るっていう意味がわからなかったですよねって話。ほんとどうでもいい話。ってことでの今回はミニゲームでのボス戦。ほう、私に何をすれというのでしょうか。すき焼きバトルだってさ。肉をたくさん取ったら得点になって、ネギを取ったら減点という単純ルール。マジか。では早押し対決勝負。どや。って全然取れないんですけど、どうなってんすかこれ。敵の反応がめっちゃ早そうですけど。そんなわけで超絶早送りで結果はどうなるんでしょうか。どう見ても勝てないでしょうよ。ってことでティロリーロリーで負けました。何よティロリーロリーって。そして懲りずに戻ってきての再戦。今度こそは、今度こそとはどうして切れたのか。そんなわけで3度目の正直。今度こそ、今度こそですね。今度こそ頑張りますマリサ。今回はギリいけそうな感じでしょうか。今度は勝てそうな気配。ってことで余裕で勝ちました。余裕ねー。そんな中私の雪絵はですね、またいやよいやよも好きのうちになっててですね。絶対言いたいだけじゃないの。そうでした。ってことで今回は非道軍ステージ。まずはミニゲームから。今回は何なのかっていう何の説明もなくミニゲームスタート。あー出た不親切のやつ。でもこの雰囲気は奥のじいちゃんに弾を当てろってことですねきっと。って全然当たってませんが、なんすかこれ。手前のじいちゃんに弾が当たったら容赦なく減点されるんすけど。やっぱり厳しいやつですか。ってことで1分間頑張ってみたようですが、お見事0点でしたとさ。0点。出た。切れた。そりゃヨウムさんも切れますよ。何がさ。ヨウムさん切れさせたら大したもんですよマジ。もうとっくに切れてたでしょうよ。そうでした。ヨウムさん情緒が不安定なんでした。不安定ねえ。で、でかい鳥には十分注意ですよマリサさん。なんかあったら取り出しとけいいみたいなところあるからなファミコンは。確かに鳥は最強説ありますもんねえ。てことで鳥あっち行け。落ちちゃった、落ちちゃった。でも余裕で戻ってきました。本当に余裕だったのか。余裕で落ちました。だからさ。でも戻ってきました。立ち直りの速さが。でもう許さんぞこの変なでかい鳥め。いて、このタコ悪口言ってひだめ。
ってまたさようならになって戻ってくるのは嫌よマジ。嫌よ嫌よもなんとやらじゃなかったでしたっけ？え？いやあの、それはその、溺れちゃった。結局ちゃったって言いたいだけじゃないの。ってことでまた懲りずに戻ってきたか付近の人。いつになったら懲りるのか。そしてなんすかこの上から降ってくる岩は。殺意が高いのか優しさなのかよくわからんけども。さすがに優しさではないと思いますが。そんなわけでハプニングがなさそうなのでちょっと早送り。やっぱりハプニングがないと早送りになるのね。よしこれでボスですねきっと。そして今回のボスはホラフク人。ホラフク人。でも守るのアイテムさえあればお前らなんて何にも怖くないのだよ。そう言いながらさっきは相打ちで負けてたくせに。ほら余裕だった見てみて霊夢さん。わかったってば。で今回で5つ目のんたまゲットかと思いきや、母ちゃんの天女ちゃんがんたまを持っていっちゃったとかなんとか。そして漫画初期で出てきたイケメンの知らぬいが登場。今回は知らぬいくんを操作してくやつなの？ここのボスはチャンネイだから出てきたっていう感じみたいっすね。やっぱりチャンネイ基準になるのね。ってことでの今回がアクションステージのラスト。いよいよ終盤戦ですか。では知らぬいくんステージやっていきましょう。って当然のように今回も初見なんですよね。ああそれはもちのろんですね。もちのろん。ヤバそうだったら用務代理人に頼る感じと。そうですね代理人さん物知りなんで。物知りねえ。って今のところ平和だな。ここの入り口はなんだろうな。なんか迷路っぽい。で変なお化けあっち行け。実はこれに取り憑かれると操作が左右逆になるという罠。おお何よこの伝わらないやつは。確かに伝わらない。ってことで虚しくさようなら。やはりキチーあれか。あ、ちょうどいいところに大義林さん。大義林。いやそうなんですよここはどう進んだらいいのか困ってまして。あ、はい。とにかく右の端の入り口を目指していけば道は開かれん。あードラクエみたいでかっこいいですね。それではさようなら。またクズ男みたいなムーブを。いや違うんだって大義林さんすぐドヤ顔してくるからさ。大義林。まあまあそれよりもここですよ。落ちました。報告しただけ。でも迷路の進み方は銀髪の人に教えてもらったんで。銀髪ですか。とにかくさようならだけには十分注意ですね。そして気づけば現在の被害者数は33。これは多いのか少ないのか。まあ多いかどうかという話よりもですよ。今回はこのゲームがクソゲーなのかどうなのかという検証会でもありますんで。ああ確かにそんなことも言ってましたねー。ってことでここに入ったらボス戦。あ、守るのアイテムがなかったですよ。ピンチだ。あ、言っときますけど無知系の趣味はないですから私。この金髪女王様系の趣味はないですから勘違いしないように。誰も聞いてないことを。でもド M 疑惑は常に抱えてるでしょ。ド M じゃねえって言ってんだろ。この、S、足、細、エロ、褒めてるような。おら見たか。なぜ状況が乱れるのか。ってことでのギリギリでチャンネル撃破。そしてこのチャンネイがんたまを持ってるあれなので。んたまを持ってるチャンネイとは。そしていよいよここからラスボスとの最終決戦に向けての修行。修行があるのね。最初の修行は知らぬいくんからでしょうか。これはどんな修行さ。今回はボタンでハートを飛ばして JK をたくさんゲットするという修行。 JK をゲットする修行ですか。あ、もしかしたら JC の可能性もありますね。どっちも変わらないでしょうよ。ってことでこれもかなり癖のあるミニゲームではありますが、ギリギリ勝てそうかな。現在11対11。むむむ。あーティーロリーロリーで負け判定でした。ティーロリーロリー。ってことでの次は非道くんの修行。上半賭博って書いてますが。では2択の勝負。悪の気を感じました。ほんとかねえ。男は黙ってちょう。さあどうなりますか。てことでハンデ外れ。ふう、何がふうだってさ。てことでの次はロッキーくんの修行。今度はどんなのかな。なんすかねこれ。
ちょっと状況がよくわかってないですが。あ、マリサ理解しました。これは落ちてくる弾をパンチすれってことですね。ってことでもまた1分は長いので早送りでしょうか。これは大丈夫そうな感じだ。そんなわけで余裕の勝利でしたとさ。でしたとさ。そしてお兄さんの腫瘍ですか？あーなんでか知らんけどお兄さんだけは腫瘍はないみたいっすね。ないのね。そしてここからはいよいよ4弾を使ってのボス戦となります。結局4弾とは何なのか。って出てきたかこのドラゴンめ。そんなわけでのここからラスボス戦。いきなり RPG 系になった。ではヨウムさんからん玉を使っていけと言われてますので、また大義林の人ですか。では早速なので非道くんとかのセリフも見てみましょうかね。ロッキーくんの必殺技もあるじゃないの。果たしてロッキーくんの必殺技はどれだけのダメージが当たるのか。でお兄さんのん玉1個目。洗面器が出てきた。そして非道くんの攻撃は発。からのロッキーくんの技はクソザコの9のダメージ。ってどうやったら倒せるんさ。何やら大義林さんによるとですね、お兄さんの持ってるん玉を5個全部使いますと、なんかお兄さんがめっちゃ強くなるらしくて。ほうなるほど。じゃあお兄さんがん玉を5個使ってからが本番と。そのようですね。でももしドラゴンに健一が倒されたらその瞬間積んじゃうようです。健一お兄さんの HP もピンチじゃないの。あ、やべえですねこれ。これはあと一撃でやられそうな状況。あ、負けたのだ。ってこれで罪なんですよね。まともに攻撃できるのはお兄さんだけですからね。じゃあここは諦めてのやり直しと。では今度は祈祷しながらの再戦。そういえばラスボスの HP はどれくらいなんですか？あ、はい、出てきた。HP は1万近くあるみたいだぞと。あーそうなんですね、ありがとうございます、さようなら。またゴミ男みたいなムーブを。何言ってんすかレイムさん、私はそんなカスじゃないって言ってんだろ。ほんとですかねー。ほらだったぞ。結局ギャンカスなんじゃないの。そんなわけでロッキーくんの腫瘍も安定の成功。てかこの腫瘍は成功すると何いいことがあるのさ。あーなんかラスボス戦闘での HP が増えた状態からのスタートになるみたいですね。ほうなるほど。ってことでそろそろラスボス戦。まずは健一お兄さんのん玉を5個使い切って、そしたらお兄さんがパワーアップするらしいから。でもお兄さんがさようならにならないように祈祷に祈祷を重ねて、っていう祈祷ゲーみたいですねこのバトル。祈祷ゲーですか。ってことで始まりましたラスボス戦。さあどうなりますか。まずワン玉1個目をスタンバイ。その他のメンバーは念のため防御。まず洗面器出現。洗面器ですか。そして2個目のん玉で風呂敷。風呂敷からの3個目のん玉で長靴。長靴。そして次で4個目棒が出てきた。いよいよ最後は何が出てくるのか。なんですかねー。そして最後は腹巻きが出現の。お兄さんマンに変身。お兄さんマン懐かしい。ではここからお兄さんの本気。 HP は今のところ大丈夫そうだ。では注目のお兄さんの攻撃。なんと3425のダメージ。どんだけ大ダメージなのよ。では続けてお兄さんマン頑張る。完全チート級のダメージ。で今回は3227。でもまだ倒せないのね。ではお兄さんマリサの最後。いよいよ決着かな。そしてまた3000台のダメージ。多かった。やりました。ついにドラゴンとかいう変なやつをやっつけてやりました。と思ったら中身はダックくんでした。ダックくんもまた懐かしいやつ。ってことでのラスボス撃破クリアした。でマリサさん、マリサさん。はいはい、なんでしょうかキメイさん。今回クソゲー疑惑のこのゲームをやってみた感じはどうでしたか。ああ、その話ですね。まああくまで個人的なあれではあるんすけど、分かってしまえば言うほどクソゲーだとは思わなかった私もおりますね。ほうなるほど。そしてこの後はいよいよ注目のスタックロールでしょうか。注目のスタックロールなの。
何やらこのゲーム、クソゲーと言われる理由にはこのスタッフロールにもあるみたいでして、ほうほう。見てるとわかるんすけど、このテロップの流れがですね、めっちゃ遅いですが、なんかこのスタッフロールがこれでもかっていうくらい戦犯級に遅いらしいですね。戦犯級ですか。なのでここは20倍速でお送りしていきましょうか。なんなら20倍速くらいでもそんなに違和感を感じませんが。ってことで今回のマリサ組合結果、今回の被害者は34人という結果に終わりました。ほんと毎回懲りないですね。あ、なんですか大義林さん。大義林、早くここまでご視聴いただきありがとうございますって言えと、いやこれから言うとこじゃないですか、用務員さんが入ってくるから、いや言い訳するんじゃねえ、 AT フィールドぶち破るぞと、謎に荒れてますねー。では皆様ここまでご覧いただき本当の本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。ではまた次回の何かしらでお会いしましょう。お会いしましょう。というわけで懐かしの燃えるお兄さんでもなんだかんだ楽しめたという回でした。結局言うほどクソゲーではなかったと。いやでもその辺の判断はバグってるマリサですからね。確かにその辺完全にバグってそうだ。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。まだまだ動画をアップしますので、チャンネル登録してもらえると心の底から喜びます。レトロゲームは夢がありますからね。それじゃあ、またねー。